び人です。はい。まあ、一応これだったかな。え、なんですか？リュック。はいはいはい、そうなんですよ。日本一周、あのインターネット生放送をしながら生計立てていて、で新宿からスタートして今15日目で、これを見てる人に会いに行くっていう、日本全国。はい、あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。うわ、映っても大丈夫ですか、顔。あ、構わないですよ。あ、大丈夫ですか。はい、何されてるんですか。旅ですか。いや、私はね、はい、そんなに遠く、今現在はその福島市なんですけど、ね、はい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 、うん、ちょっとあのここのカラスの状態を見に来たんですよ、はい、カラスの状態、カラスの被害が、はい、カラスの糞がね、はい、なんかそのお仕事とかですか、ボランティア、ボランティアです。福島市内もひどいもんで、はい、で郡山の方、ここの方が対策が進んでるっていうことを前にちょっと聞いて、はい、それで来てみたんですけど、ここはここでやっぱりあの、はい、またね、ちょっとあのちょっとカラス多いですよね。このままちょっと距離は減ったですね。ほう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 。あそこの、はい、ペデステリアンデッキってあるじゃないですか、はい、あそこの、グリーンの信号のちょい先、はい、でデッキの手前に木があったんですけどね、はい、あそこにカラスこの前来た時は群がってたんだけど、今見たら全然いないし。じゃあ減ってるんですね。あと去年はね、はい、去年まではそこの 駅のね、はい、上のとこヘリ、はい、あそこにずーっといたんですよ。であと新幹線の架線があるでしょ、はい、ちょっと中にあるんですけどね、はい、そこにもずーっといたんです。そんなにいたんですか。でも多分ね、駅の方はあの、はい、自分のとこで、はい、工夫して、うん、最近いなくなってるんですよ、はい、でね、こっちの先にね、はい、はい、一応デパートがあって、うん、唯一残った薄いデパートってあるんですけど、はい、そこの周りの街路樹のところには、はい、いっぱいいる。まだいるんですね。だからそこの街路樹の下のところが踏んだらけで、はい、うん、昔僕西新宿なんですよ、住んでるの新宿で、はいはい、歌舞伎町もうすっごいカラスだらけだったんですけど、うん、今全然見なくなりました。あの、なんていうんですか、袋とかを透明から黒に変えたりとか、なんかいろいろ対策してるみたいですね。あとはなんか自分は見てないんですけど、テレビかなんかで、はい、あのタカ、うんうん、フォークですね、はい、を使ってやって効果が出たっていうのを東京の方で、それで、はい、それを知ってこちらも郡山もやったんですよ。あ、鷹を放したんですか。来てもらって、でその時はピタッとそのデパートのとこも、はい、本当に綺麗になったんです。ところが毎日じゃないから、はい、お金かかるから、はい、なるほど。カラスの方もね、はい、鷹がいない時にはまた戻ってきたんですよ。あ、うん、じゃあ一時的な対策なんですね。そうなんです。なんでそのカラスの除去のボランティアを始めようと思ったんですか、きっかけは。まあ、あんまり来てないから、はい、あとはね、はい、自分でもこういう暗い時、はい、夜ね、はい、ちょっとその木の下とか歩いてるじゃん、はい、木とかあと電線の下とかね、はい、そういうとこ歩いてるとピタッとなんかあれと思ったらいつの間にか糞がさ、はい、落ちてた。あ、静かなんですよ、はい、それでかなりね、そういう被害もあったし、はい、で、街中もすごい汚いし、だからね、あ、まあ、福島原発で汚染でね、はい、放射能っていうのは目に見えないじゃないですか、うん、その汚染は見えないわけですよ、はい、でもカラスの糞はね、見えますかね。まあ、白いペンキみたいなね、あれだけど、街をきれいにする一環でボランティアでそういうこと、うん、そういうことを。もう長いんですか、この活動を始めてから。あ、活動っていうほどでもないんですけどね、はい、本当はその前にちょっとその、はい、街中の空き缶が捨てたりとかね、はいはい、そういうのを一応拾い方やってたんですけど、うん、本当はやっぱ見たら、地面見たらカラスの糞がひどいし、そしたらその震災前はそんなにね、はい、ひどくなかったんですよ。急に増えたんですか。うん、へえ。震災で私は原発のせいだって最初は言ってたんだけど結局カラスもね、はい、向こうの方に住めないから。ああ、うん、こちら東京人が避難してきてるでしょ、はい、
そうすると食料とかも普通だったら農作物とかもあったし、はい、あと人が食べて残飯とかこう出してるじゃないですか、はい、ゴミとかね、はい、そういうところに人がいなくなったわけだから、あとカラスだって海の方へは行ったってどうしようもないわけですよ、うん、そうですよね、とこっちの内陸部の方に来たと、うん、だから福島市も郡山市も数年前まではそんなにカラスの被害ってそういうのなかったわけですよ、なかったんですね。で私はただ福島だけかなと思ってたら、はい、山形でもそういうことも同じこと起こってるんですか、うん、それでやっぱりタカ来てもらってやったらすごい効果が出たと。僕も福島着いた時の印象がカラス多いなだったんですよ、うん、なんでこんなにカラスいるんだろうっていう。ただ多分ね今の時期カラスの中に4種類いて、はい、そのうちの1種類ミヤマガラスっていうのが渡り鳥なんですよね、うん、はい、それが多分あ偶然大陸の方行ったんじゃないかなと。冬がこれね冬終わりでしょ、はいはい、だから全体数は減ってると思うんですよ。ただそれだけ。ただとにかくね朝方までこの街中へ寝ていて、はい、仮眠してて、はい、で朝方この辺に飲食店がいっぱいあるわけですよ、はいはい、狙ってるんです、ね、朝出るでしょ、それを狙ってるわけですよね。あとはパッカー車が、業者さんのパッカー車が車での間にそれを、あとは市の回収車とかね、うん、やっぱり車でに食べるから、うん、そういう時に、はい、なんとか追い払って、はい、食べる機会を少しでも減らして、うん、まあ若干飢え死にっていうかねそれを狙ってやってんですけどね、うん、どうも皆さんこんばんは。今何人43名さん、うん、こんばんは。今30くらい。お兄さん素敵頑張ってくださいねっていう風にコメントが、はい、こういう感じで今街をまともロール守るパトロール隊とか、はい、リアルタイムで今あ、はい、そうなんです。自分はこういうの全然できないもんだから、はいはい、インターネット便利ですよね、うん、今の時代。うん、だから少しでもね、はい、やり方簡単なんですよ。ただやる気があるかとかであって、うんうん、私最近はねペットボトルの空いたやつ、はい、あれ持ってただポンポン叩けばいいんですよ。何をさ、木とかこういうところとかね、はいはい、こういうところ叩くんですか、うん、ちょっとでもちょっと高めの音が出るようにポーンってやれば、はい、逃げる。ちょっとそれで反応しますか。へえ。あとは今持ってますけどカメラのストロボ、はい、ストロボごめんなさいね選挙しちゃったみたいで。いいですよいいですよ、映しますか。ストロボせっかくなんで。このねリサイクルショップで買ったやつなんですよ、はい、こんなやつね、はい、古いんだけど、はい、これをカラスに向かって。そうです。こんな感じなんですかね。ストロボでもね、オートストロボじゃなくてこういうはい、ね、パイロットランプ、パイロットテスト用のやつ、はいはい、ほうほうほう、ついてるやつね。ちょっとだけちょっと。で、今つきましたよね。はい、で、ただ、はい、ちょっと待ってください。ありますよね、カメラ、はい、あ、お願いします。こんなで、はい、おお、すごい。おお、すごい強い光出るんですね。これもそしたらね、もうビルの屋上くらいだって、はい、届きます。逃げますか。逃げます。へー。ただ、全部じゃないんですよ。うん、光にでそれもまっすぐだけじゃなくて、はい、広範囲に逆に人間は目がこう前についてるでしょ、はい、カラスは横だから、はい、意外と、はい、横脇の方からパパパって逃げてるんですよ。光と、うん、はい、あとは音。カラスも眠ってるとこの光は分かんないし、 あとこう言っちゃなんですけど、はい、人もそうだけど、はい、全てがみんな健康状態とも限らないわけですよ、うんうん、ちょっと耳が遠かったりとか視力が弱かったりとか、うん、カラスの個体によっても、ね、カラスだって年を取ってる若い人ばかりじゃないわけです、はいはいはい、若いカラスばかりじゃないわけです。だからそういう何例かは、うん、そのまんま反応ないっていうのもあるんですよね。うん、面白い。カラスをね、うん、今来た人に説明すると福島の郡山、ね、あ、福島の方でもカラスの被害が多いんだって。で、郡山の方はカラスの被害の対策が進んでるからっていうことで今こう町の研究をしに歩いてて、
で声をかけていただいて旅をしてるんですが、すいません割り込みました。いえいえいえ、斉藤と言います。面白いよね。ね、勉強になるね。その方法は頭のいいカラスは何の害もないって分かれば対策効果なくなっちゃうんじゃないですかっていう質問が、うん、絶対何度でもびっくりして飛び立ちます。それと私がやってるっていうことが分かって、うん、もう覚えて、それをやんなくても私が近づいただけで逃げるカラスもいます。よく顔を覚えるって言いますよね。それはもう、はい、やっぱり頭いいんですか。いや、だから皆さんね、うん、でカラスが頭いいって言うんだけど、はいはい、人間の方がもっと頭いいんですよ。それはそうですね。ただ使わない、ね、使わなくなっちゃった、はい、それとそういう実態、はい、カラスの被害の実態を、うん、あんまり皆さんあんまり分かんないの、ね、うん、朝ゴミ出してってもそのゴミが散らかされてるっていうことが分かってないんですよね。なるほどなるほど。でそれを片付ける方はもう一握りの方だからですよね、うん、そういう実態が、うん、見えてないっていうと。なるほど。そうですね。出しっぱで誰かやってくれるだろうって、うん、ゴミ清掃者がやってくれるだろうって考えるけど、あとはご近所のおばあちゃんとかね。そうですよね、うん、一部の人が苦労してるカラスで、そういうことも知ってもらえると、うん、ゴミの出し方に気をつけてくれると思うんですよ、うん、で福島の場合例えばネットかけてるんだけど、うん、はい、まあ、市の回収者が来る前でね、うん、ネットかけるんだけど、ただかけただけじゃダメなんですよ、うん、カラスはくちばしでネットを持ち上げて、そこからつまんで、つまんで、うん、そして袋を破いて取り出すんですよ。一回そこに餌があるって言ったら居ついちゃいますもんね。うん、分かってます。それともう一羽で行動してるんじゃなくて、うん、本当団体でやってるからすごいんですよ、うん、情報、お互いに情報交換してるでしょうから、うん、するとどこどこがいつも何時、うん、まあ何時とは言わないんでしょうけど、はい、夜明け頃だったら、うん、行けば、あ、うん、この時間帯行けばいるぞ、うん、あ、餌があるぞみたいな。そでその近くの電線に泊まればいいとかね、はい、あとビルの屋上に泊まればいいとかなんですよ。そうや、埼玉の方はカラスいない。おう、うん、あ、埼玉ね、この前行ってきたんですけど、川越に行ったんだけど、そこの近くの、川沿いのところの自然公園みたいなとこ、はい、そこ、やっぱボランティアでゴミの片付けやってた方にお話聞いたら、はい、その付近は、はい、カラスの天敵から猛禽類がいるんです。だから鷹とか、その餌になるものがその辺の自然の中にあるから、はい、逃げてる猛禽類の、はあはあ、それでもう近づかないんですって。なるほど。福島にもやっぱ一応そういう、はい、ちょっと猛禽類がいる地域があって、はい、その辺は絶対カラスがいません。じゃあカラスは餌なんですか、その猛禽類にとっては。攻撃するんですか、うん、そうですよ、ね、食べるんですかカラスを。食べてるとか見たことないけど、とにかくカラス自体が怖がってるんだから、うん、攻撃されたことはあるんでしょうね、やっぱり、ね、まあ、弱肉強食ですから、ね、人はカラスを食べないけど、でもね、ワシとか、ワシは分かんないけど、少なくともタカはね、うん、すごい。まあ、それで今タカ賞の方が引っ張りだこなんですよ。へ、行政から依頼来るんですかね。いや、行政だけど、郡山市はね、ここの商店街の方がお金を出し合って来てもらったって言ってました、はいはい、そこによって違うんじゃないですかね。なるほど。ただ絶対数が少ないから、はい、高潮さんね、うんうん、そっとやっぱり常駐ってわけにいかないんですよ。いかないですよね。人間が意識してやっていかないとダメですもんね、うん、だからそれで私ちょっとね、はい、できたら行政にやってもらいたいのですよね。なんだっけ、無人の無人機、なんだっけ、ドローン、はい、撮影するやつですか、うん、ドローン、いや撮影じゃなくてね、はい、ドローンにね、はい、鷹の声を録音して発生させて、あ、それいいですね、アイディアは、ね、ただ今の現行法では有人なんですよね。コントロール、人が見える範囲でコントロールできる範囲でしか許可されてないでしょ。ああ、そうですね、うん、無人だと自動で飛ばせますけどダメですよね、多分今。
それがね、例えばこういうあの上空をね、はい、回ってれば、であと時々あの光を発光させる、はい、それも合わせて、はい、光とまあ鷹の声音を組み合わせればね、ちょっとあの比較的狭い範囲だけであの対策やんなくてもね、効果が出ると思います。人に感染する雑菌とかも持ってるんですか、カラスは。そういうのは別に伝染病。いやいや、カラスが持ってくるんじゃなくて、やっぱこういろんなもの食べるから、そだから鳥ウイルスがあるじゃないですか。ほうほうほう、あれの感染源ともなり得る。で、ドローンがちょっとダメだったらバルーンっていう手があるんじゃないですか。風船も有効ですよね。うん、高所って1人いくらぐらいなんだろうって。うん、それは分かんない。ただお金いくら積んだって、とにかくそれをやってる人が絶対数が少ないんだから。そうですよね。うん、いろんなところでね、引っ張りだこだとやっぱり、うん、それに変わるものが必要ですよね。根本的な対策をしないといけないですもんね。まあただそういう実態があるっていうことに、はい、だけでも認識してもらえればね、はい、うん、違うと思います。お邪魔しました。ありがとうございました。すいません。皆さんよろしくお願いします。活動頑張ってください。はい、ありがとうございました。ちなみに、はい、お兄さんでもないんですよ、はい、もうおじさんからおじいさんに来ちゃってます。おいくつぐらいなんですか。63。え、マジですか。全然見えない。63歳だって年金暮らしです頑張ってください、はい、じゃあ、ありがとうございました。気をつけて。はい、ありがとうございます。私もまた出かけます。はい、気をつけて。失礼ですけど、あ、僕は、インターネットで平和の和に道と書いて、はい、道平和の和に道っていう感じで検索すると、はい、はい、和道ってツイッターとかこういう生放送とかのプロフィールページ出てくるんで、はい、もしよかったら検索してみてください。すいません、ちょっと名刺とか持ってないんですけど。あ、そういうのが一切ないので、はい、検索もできない。あ、できない。はい、和道。じゃあ、ナイスとミーチュー。ナイスとミーチューです。ハバナイスとハバナイスユーチュー。はい、ありがとうございます。話しかけて。コリアも寒いっすよ。5度、5度。多分3度ぐらいまで下がってると思う。風船ありがとう。旅は出会いがあって面白いね。いろんなね。いろんな人が。やっぱりリュックが目立つんだろうね、これが。このリュックがね、旅人を分かりやすくしてくれる。なんだろうね、コリアもみんな英語だよね。なんかすんないけど、みんな英語喋るね。面白いね、うん。さっきのおっちゃんもね、ずっと英語だったしね。面白いね、うん。みんなアイテムありがとう。うん、面白いね。いろんな出会いがあるね。街から、カラスから街を守ってるおじさんだったね。63歳って元気だな。最近のさ、60歳、俺の60歳のイメージっておじいちゃんなんだよ。ヨボヨボの。俺のおじいちゃんの60歳のイメージとかって。最近の60代、アクティブだよね。みんな若いよね。うん、5、60代がすごい。元気。それは若者働かなくなるわ。団塊の世代ってやつ？面白いよ。寒い。息白いもん。寒い。アクティブな人はみんな若い。ドレさんとか53でしょ。すごいよね、うん。元気だよね、みんなね。やっぱ活動してたりとかやりたいことを持ってる人って生き生きしてるよね。すごい若い。寒いな。
いい出会いがいっぱいあるよ。下手したら要介護1 いやどうなんだろうね、介護の人ってやっぱり70代80代とかじゃないのかな。60歳みんな元気だよね。それに比べて佐野智則ときたら福山雅治とさ同い年だぜ。ちゃんまん老けてるよな。ちゃんまんいくつ今？47。ああ、たまにいる？いや雑談楽しいわ。ちょっとホテル満喫行こうかなと思ったけど、さっき電波切れたタイミングでトイレ行ってきたんだけど、ちょっとやっぱ配信業でも稼ぎたいなと思って、充電切れるまで雑談やろうと思ってさ、コンビニの前で枠開いてんだけど、うん、あ、初コメありがとう、いちごさんありがとう、嬉しいよ、楽しんでって。ワードです、フォローよろしくです。トナカイさん、寒い。うなちゃんもいくつなんだろうね。あ、はるちゃんの彼氏年上なんだ。俺の彼女3、あ、フォローありがとう、うん、寒いっす寒いっす、3度とかしかないもん、寒いよ。飽きてくれてありがとう、ジョーカーさん、ひげ伸びたね。あの普段バリカンで短くするんだけど、この前ラブホ行った時にここ顎も生えるから、ここ剃って、頬を剃って、ちょっと生えてきちゃったけどね。で、ここ剃って。でも、こっち側の伸びっぱだから、また牛島くんって言われるよ。おー、パフェありがとう、カエルさん。外外。なかなかね、満喫とかだと、ホテルだとね、配信できて雑談できるんだけど、毎日ホテルっていうのは贅沢じゃん。だから、一週間に一回ぐらい。あとは満喫とか、で生活するようにしてる。48か。ちゃんまんは。でもちゃんまんね、意外と筋肉質だからね、運動スポーツ好きだから、見た目は歯がないから老けて見えるけど、雑談モンスターだよね。お金足りるの？お金まだ大丈夫だね。まあ、あのそんなにカツカツではないよ。ただまあ、なんつうの、そんなにね、配信でアイテムもらって稼がせてもらってるから、その贅沢しなければ大丈夫、問題ない。普通通りに15万ぐらい稼げれば家賃も払えるし、家ほら新宿に家残してきてるから。ありがとう、いちごさん。そんなに贅沢しなければ、まだホテル暮らしとかは無理だけど、旅館暮らしとか、それが目標かな。10代に見られる、若いんでしょ、さつきちゃんは。童顔だから。一回り以上離れてる。でも素敵なプロミュージシャンだからいいの。え、プロミュージシャンなの彼氏。すごいね。まあまあ。事務戦績って何？事務戦績って何？何の話？何の事務？俺事務に通ったことないけど。格闘技ってこと？格闘技は全然、あのドレさんとかに教わってるだけで、何にも素人ですよ僕。うん、ジムに通ったことがない、格闘技未経験、うん、寒い、うん、親父はね、あのキックボクサーだったの。日本でランカー1位で、韓国のチャンピオンと台湾のチャンピオンになってるんだ。あ、じゃあフィリピンと韓国のチャンピオンになってるんだ。フィリピン国内チャンピオンと韓国の国内チャンピオンにはなって、日本ではランカー1位だった。うん、そう、親父は格闘家だね。で、俺のおじさん、親父の弟がいるんだけど、それは相撲取りだったの。だから格闘家一家なの。
でも俺は体が弱かったから運動はさせなかったの。伝聞？何？母親も運動神経抜群で、中学校の時ソフトボールの大会全国優勝するぐらい強いの。本来はポテンシャル的に言ったら運動神経いいはずなんだけど、肺が弱かったり、もう扁桃腺やられてたりとか、もう入院生活だったの子供の頃。だから親が運動させなかった。長男だったし可愛かったんだろうね。うん、だから弟とか妹とか運動神経抜群だよね、うん、俺だけ運動ダメで、子供の頃から運動したことない、スポーツもやったことない。水泳は習ってたかな、うん、鼻炎にとか。でも水泳のせいで今度耳やられちゃって中耳炎になっちゃってあ、俺意外と泳げるんだよ。なんで配信業なの？俺はそのいつも言うんだけど、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいって思ってたの。だからまあなんだろう、人の言うこととか全然聞けないし、時間も守れない人間だから、だからまあ自由に、で喋るの好きだったから喋るのを仕事にしたいなと思って、で配信業っていうのに行き着いたね。へー、運動神経いいんだね。じゃあ、まあ、すげえな、ヤン車。車のみんなマフラー変えてすごいよ。え？何？みんな叫んだりしてんの？何何何？走って逃げてんの？なになになに？どうした？どうした？なんだなんだ、怖えな、氷山。指さ、息継ぎなしで25。あ、息継ぎなし25、今でも泳げると思うよ。息継ぎなしでいける全然。ていうか潜水で多分25メートルはいける。潜水でそのまま沈んだままいけるよ。うん、どうだろうね、酔っ払ったのかな。水泳はまあ子供の頃からやってたから、潜水でそう回すーっていけると思う。水泳やってたら誰でもできるよ。俺お酒飲んでないよ。てか見づらいな、コメント欄。88名さんいらっしゃい。もうそろそろ終わりかな、充電切れるかな、そろそろ。若さはいいよ、若さは無限の可能性があるからね。若いってだけで可能性の塊だもん。だから赤ちゃんとか無限じゃん、羨ましいよ。まあ 1.5 度だって寒いわけだよ。 1.5 度だって。4月待ちじゃなくて雑談で稼いでるから、ちょっと稼ぎたくて雑談する時間を作ってんの。寝カフェ目の前だし、サウナも教えてもらったから、どっちにしようか迷ってるね。いやー、人間は有限ですよ、無限じゃないよ。年を取っていくことに有限の、実は有限なんだよ。最初は可能性の塊だけど、
時間が経つごとに自分のやるべきことを見つけていかないとダメだと思う。何のために命を使うのかっていうのを見つけていかないと。永遠とかはないですよ。いや、思ってること言ってるだけですよ。年取ってくるとだんだん見えてくるものが出てくるんだよ。命の使い方がよくわからなくなってる。ああ、なるほど。いつか死ぬっていうことをね。そう、やりたいことは早めに見つけた方がいいよ。早め、何か自分はこれに命使うっていうものを見つけたっていうこと、半分夢が叶ってるんだから。そう、無敵なんだよね。四つ葉とって漫画にもそのセリフが出てくるんだけど、四つ葉は無敵だって。可能性は無限だからね。どんな子に育つか楽しみだね。書道家なんだ、配信に命かけてる。どうだろうな、どうだろうな。命かけてるとまで大それたことは言えないけど、命を使ってるのは事実だよね、配信に。時間をかけてるってことは命をかけてる、使ってるってことだと思うから、命かけてるかな。俺が死ぬ時に配信回してたら命かけてると思うけど、それは蓋開けてみないと分かんないから。死ぬ間際に配信つけて、死ぬ時にリスナーさんに見取ってもらったら、俺は命かけてやってたってね、評価してもらえるんじゃないかな。自分で言うことじゃないから。命は使ってるけどね、かけてるかどうかは分からん。俺が死ぬ時に配信つけてたら本物でしょ。寒いな。人生はかけてるかな。命はかけられてるかどうか、最後のその時次第だと思うよ。俺は死ぬ時も配信つけてたいなと思ってる。ありがとう。みんなに見とってもらいたいんだよ、出会った人。寒い。ネカフェとどっち選ぼうかな。サウナ、いや充電しないといけないから。あ、バッテリーなくなった。残り 10% だ。残り 10% だから充電するから。マン、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。